竹中直人の不思議な夜です。将軍、机の角に頭をぶつけ深爪の痛みに顔をしかめる諸君。諸君らはまだヤクルトミルミルを飲んでいるのか、まだ冷水摩擦をやめないのか。目を覚ましたまえ、その目でしっかりと見つめたまえ。諸君の目の前の現実を。今や日本はプロテインで鍛えた上腕筋だ。見ろ、日々傷つけ合い、いがみ合い、そねみ合う悲劇を。立て、立つんだ、私と一緒に立つんだ。この番組は居酒屋紫で躍進する日本良飲コンサルタンツがお送りします。青春は忙しい、青春は贅沢だ、だから僕は紫に行く。欲張り紫、居酒屋紫。九十九里の時間が久しぶりにやってきました。ああ、もう夏が終わってしまったというのに、なんて久しぶりなんだろう。心地よい音楽、舌の根に響く私のおしゃべりで仕事疲れの頭を癒してください。今日のピアノ演奏はステンドラビリータ小池さんです。それでは今日もシュールリアリズムポエジー聞いてください。皆さんからいただいたシュールな詩の数々ご紹介いたしましょう。この詩は港区のステイシー重一郎さんからいただきました。えいえいです。雲の湧き垂れに夢の先々はおじさんを頼って横断歩道、夜すがらその人の名はジェーン・ラッセル・ショールダンなんだ。空が嫌な天気、えいえい、うおっほ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 、流れを見ればおいらの死体が遠くまで、えいえい。実にシュールな詩ですね。重一郎さんの人間に対する思いが細かく出ていたようです。それでは続いてのシュールな詩です。ご紹介しましょう。続いての詩は小平市の原崎雅子さんからいただきました。刺さっちまった、鉛筆が刺さっちまったんだ、刺さっちまったんだ、鉛筆が、鉛筆が刺さっちまったんだ、刺さっちまったんだ、鉛筆が、ツンツンツン、ツンツンツンと痛い痛い、ツンツンツンとツンツンツンと鉛筆が刺さっちまったんだ、刺さっちまったんだ、鉛筆が。実に素晴らしい。原崎さんの鉛筆に対する思いと鉛筆がプチュンと刺さってしまった気持ちが実にこまめに表現されていましたね。大好きだな、こういう詩。どうもありがとうございました。皆さんのシュールな詩まだまだ募集しております。証拠りもなくお送りください。
皆さんこんばんは。ドラマ出演スターリング竹中直人ニュース突然出ました。ドラマ出演スターリング竹中直人のニュースの時間でございます。今や稽古絶好調、大詰めを迎えたドラマツアーの稽古、汗を流して毎日下がり上がっております。いやー参っちゃったな、盛り上がりすぎて下がり上がっちゃったって感じなんですけども、東京では9月20日の木曜日、日本青年館にて行われるこのドラマツアー、私竹中直人をはじめシティボーイズ中村裕二、伊藤聖子、松本小雪と強力なメンバー桑原萌一を中心にガンガンやります。いやー楽しい稽古ばっかりでね、盛り上がっておりますけども、はい、稽古もいつも観察しております畠山喜太郎さんを迎えております。畠山喜太郎さん、稽古もの雰囲気はどうでしょうか。竹中君いつも遅刻してくるのがね、どうも問題ですね。おいおい、いやー昔1時間の稽古で4時半に来るんですからね。おい、いやでもみんな一生懸命やってますからね、面白いものができると思います。私はよく見てますけど、同時しながら。なるほど。それでは大木島誠さんにお伺いしてみましょう。どうも、大木島誠です。いかがですか。何が。稽古の観察をして稽古レポート伝えていただきたいと思ってるんですが。えっ、とりますけどもいかがですか。竹中さんがね、はい、まさかあんなことをするなんてね、おいちょっと意外でしたね。おいおい、あんなことされたらね。稽古のこと言ってんだよ。おい黙ってませんよみんな。おいおい、あなたと夜と九十九里、相変わらずお送りしております。ここで皆さんの日記の一部を紹介するダダイズム日記のコーナーです。さて今日のダダイズム日記は岩手県の黒岩上がり定作さんからいただきました。8月15日晴れ、テレビを見ていたら甲子園でした。甲子園が何だってんだよ。俺の脇腹は血に飢えたカチ割り氷だ。甲子園が何だよ。終戦記念日だからって黙祷したりなんかするなってんだよ。俺の闇上がりの右手はな、ほらほら真っ赤に燃え上がるぜ、この頑固者。今日はいい一日だった。どうもありがとうございました。なんていうか、甲子園に出たいがために自分の青春をかけた昔を思い出している定作君の気持ちが実によく出ていましたね。毎日こういう素敵な日記を彼は書いて、一日を大切に一冊の本に温めているんでしょうね。おいおい、どうもありがとうございました。このコーナーにあなたの日記の一部を送ってください。差し出がましく紹介させていただきます。それではここでライブイン紫のステージからフェイズ、カモメは海に帰る、お聞きください。暮らしてゆけよ。
ライビー紫のステージよりフェイズカモメは海に帰るでした。お送りしてまいりましたあなたと夜と九時いかがでしたか。9月25日にアルファレコードより私の初の LP 変わった形の石というアルバムが出ます。9月25日アルファレコードより変わった形の石出ます。買ってください。それではあなたと夜と九時ゆっくり、お相手は私竹中直人とピアノステンドラビリータ小池さんでした。ではまた明日。青春は忙しい、青春は贅沢だ、だから僕は紫に行く。欲張り紫、居酒屋紫。竹中直人の不思議な夜です。出演竹中直人、テーマ作曲大神豪、協力ライブイン紫でした。この番組は居酒屋の紫がお送りしました。ここでお知らせです。先週お知らせしました私も出てます松竹映画ロケーションの試写会ご招待プレゼントの当選者を発表しましょう。神奈川県の清水悦子さん、北区の畑中雅人君、横須賀市の佐野理恵さん、台東区の渡部秀夫君、他全部で50組100名様をご招待です。多数のご応募本当にありがとうございました。当たらなかった方は一つ銭を払って見にしてください。